それでは発表させていただきます、えー、プロジェクト非常勤研究員の佐藤と申しますよろしくお願いいたします、えー、今回は、えー、前半、えー、コジャッツ日本語処方言コーパスの設計についてそして後半に、えー、ベシ・ベカラズとして利用方法の注意点などを述べていきたいと思います、えー、まず設計ですけれども 日本語諸,諸方言コーパスは、えー、コジャッツと呼ばれています、えー、このコジャッツは日本語の方言を研究するために47都道府県の方言データを収録しています、えー、まず、えー、2019年に、えー、モニター版を公開して、えー、そして毎年、えー、機能新しい機能の追加やデータの更新を行ってまいりました そして、えー、最新版は二千二十三年三月に、えー、公開されています。えー、この、えー、古雑のデータですけれども、えー、これは千九百七十七年から千九百八十五年に文化庁が行った各地方言収集緊急調査、えー、こちらで収録した方言談話が収められています。 この元になったデータは非常に膨大なのですが、コジャッツとしては、これを音声とテキストのチェック、ネイティブチェックを行い、また音声とテキストの紐付けを行って、公開していっています。最新版では、47都道府県の64地点、そして約91時間分の音声、方言テキスト、標準語テキスト、 ジャンルとしては自然談話、場面設定、語りがあります。データの中身ですが、総時間約91時間と申し上げましたが、こちらが各県ごとに時間数を出しています。一見してかなり偏りがあるということがわかるかと思います。そして データジャンルですが、えー、自由発話と場面設定と語り、この三つのジャンルがあります。多くは、ま、全てが、えー、各県で揃っているわけではありません。えー、各県で、えー、自由発話が、ま、全て揃っていて、あとは場面設定と、えー、語りがいくつかの県で公開されています。自由発話。 これがまあ主なデータですけれども、えー、和社人数は2名から9名くらい、9名というのは非常に多くて、これはあ,のー、あまりないものですが、多くは2、3名程度となっています。で和社属性はその、えー、調査したその、えー、その時に60代から、まあ、80代だった方ですで。男女それぞれがあります。自由発話は、 話題は自由ですけれども、例えば踊りの話とか、牛のお産、昔の仕事など、かなり多岐にわたっております。これもその地点ごとにさまざまになっています。場面設定ですが、これは話題がもう決まっておりまして、だたい10パターンぐらいの場面が設定されています。例えば、見送り、出産祝い、物を借りる、お詫びなど、 そういった場面が設定されています。で、ある程度の台本のようなものが用意されていてで、それを各方言で話すというようになっております。なので、これは発話内容もかなり類似しております。語りですが、これは話者人数、やはり1、2名程度で、話題は伝説や昔話など、こちらも自由になっております。 え続いてコジャッツの特徴です。えコジャッツはコーパス検索アプリケーションチューナゴンで利用できますで。先ほど言いましたデータについてですけれども、ちょっと見にくいですが、検索対象を選択というボタンが検索画面にありますので、それで、えー、この地域、県を選択することができます。 この注意しなければいけないのが、この県ごとにチェックを入れて絞ることができるのですが、一つの県で、例えば地点が2地点以上あるような場合というのは、ここでは、中ナゴン上では絞ることができないです。データをダウンロードした後に、ダウンロードしたもので地点を絞ったり振り分けたりするということが必要です。 それから談話ジャンルというのもこちらの、えー、ジャンル選択で選ぶことができます。このようなメタデータですが、具体的にどのように表示されるかということも述べておきたいと思います。えー、会話情報と話者情報というのがついております。この緑の部分が会話情報で、この黄緑の部分が話者情報になっています。 会話情報では、例えば先ほどの話題のジャンルとか、えー、話題が書いてあって、和者情報ですと、えー、和者の生年月日や、その当時の、えー、年齢、そして、えー、和者の性別がを見ることができます。また続けて、古、え、雑、ー、の特徴です。二、えー、つ目、方言と標準語の両方から検索を行うことができます。そして、標準語検索では、 携帯論情報を利用することができますまた検索結果画面上でテキストに加えて当該箇所の音声を聞くことができますこのような特徴を持つ c o j a を利用することで各方言の用例の収集ができるだけではなくて方言の横断的な検索を行って通方言的な研究を行うことができますこここでこの えー、2つ目と3つ目、えー、この検索に関することを、えー、もう少し詳しくお伝えしたいと思います。こちら、検索画面なのですが、えー、コジャ a t では、この超単位検索というのはできないのですけれども、えー、その他の検索方法は、他のコーパスと同じようにすることができます。ただし この文字列検索では先ほど述べたとおり、標準語と方言、どちらの検索も可能などですが、単体検索は標準語からしか、標準語のみの検索になります。おそらく方言の研究をやるといった場合は、理想的にはこの単体検索で方言を直接検索するということだと思うのですけれども、 えー、現在、各方言の形態素辞書というのは存在していませんので、この標準語を使って方言を検索するというやり方になります。で現在、この方言の形態素解析用辞書というのは構築中です。でこの、えー、と標準語から方言を検索するということをもう少し説明いたしますと、 例えば標準語単単位検索でキーに標準語の単単位を打ち込むわけですが、牛を打ち込んで検索をすると、それに対応する方言形、方言がこちら青く表示されます。これが対応しています。方言の方を見ると、牛はベごになるわけですが、この後ろに女子も一緒に。 くっついいた形で表示されていますこれはなぜかと言いますと、検索キーの方は標準語の単単位なのですが、方言の最小単位が分節になっていますので、この関係というのは、検索キーである単単位を含む方言の分節が表示されるというふうに理解していただければと思います。でここまでが えー、古雑の特徴、設計になります、えー、続いて、コジャツ利用のべしべからずです。えー、まずはじめに、今話していた検索方法についてのべしべからずについて説明します。コジャツでは、えー、標準語から方言を検索します。えー、つまり、えー、標準語訳を タグとして利用して方言を検索するというような方法をとっています。このような方法をとっていますと、方言にどのような標準語訳が当てられているかが重要になります。しかし、当然ながら、方言には標準語に訳しにくいものや、そもそも標準語になかったり、訳せないものがあります。こういったことを念頭に置いて、 用例を幅広く収集して、その方言を理解するためには、検索方法を工夫する必要があります。例えば、これ実例を少し挙げますが、単単位検索で、標準語のごいそ検索で、疲れるを検索します。これで検索を行うと、 標準語の疲れるにあたる方言形式を調べてみますと、例えば、くたびれるとか、偉いとか、しんどいといったものが出てきます。ただし、この、えー、逆で、例えば、えー、しんどいというのは、えー、疲れるという意味なんだというふうに理解するのは危険です。 これは、えーまあ、しんどいという方言に、疲、えー、れる以外の標準語訳が当てられていることも考えられるからです。このような検索では、しんどいのすべ、えー、ての用例が集められるわけではありません。えー、そこで、いくつかの検索方法を工夫して試してみる必要があります。 1一つの方法として、方言の文字列検索で方言しんどいを検索するということです。例えば、これはしんどいを文字列検索してみると、疲れるのほかに、大変とか、苦しいといった標準語訳が当てられている、こういった用例を拾うことができます。用例を漏らさず、幅広く拾いたいという場合は、標準語からの検索に加えて、 方言の文字列検索を利用してみてください。ただし、文字列検索は単体検索とは異なって、打ち込んだそのままの形でしか検索ができないということに注意しなければいけません。例えば、活用形、さまざまな活用形であったり、母音融合などを起こして、音源が異なっているものは拾うことができません。そういうことを見越して、 文字列検索ではさまざまな活用形や、あとはこちらは方言のある程度の知識が必要になるかと思いますが、予測される恩恵をいろいろ検索することで、より多くの用例を集めることができます。例えば、ここではしんどいに加えてしんでいを検索すると、新たな用例を拾うことができます。ただし、これはやはり文字列検索ですので、この場合、検索キーによっては、 多くの、ま、ゴミが出てくることが予想されます。例えば、この最初のものでも、これはミシンでもの芯での部分を拾っている例になります、えー。こういったゴミというのは、この研究者、検索している、えー、検索者がデータをダウンロードして、えー、一つ一つ排除していくことになります。このように、えー、ある要例を 漏らさず、幅広く拾うとか、それをしっかり理解するためには、標準語からの単体検索、これに加えて方言の文字列検索を行うといった工夫をする必要があります。さらに言いますと、標準語から方言を検索するといった場合に、この標準語との対応を 対応づけが非常に難しいものが、えー、方言にはあります。えー、例えば、えー、ここには例として、思想字、修助詞、方言に現れない助詞というものを挙げました。えー、例えば、この私生字、子に当たる部分ですが、嫁子とか犬目といったもの、あとは修助詞、なったよは、この和とか、 あとは、お礼家のように、えーこの、これを標準語訳すると、お、ま、礼、あの家のようになるんですが、このないといったもの、こういうものをどういうふうに検索するか。これは、コジャ a t ではタグを用意しております。これも単単位検索の画面ですが、 ここに、ま、タグのボタンをタグを選択すると、えー、こちらに一覧が候補が表示されますこれらはえー、全て人ででつけているものです。例えば先ほど訳しにくい買ったり訳せないようなもの。真ん中ですけれども、これ z タグま0の z です。対応する標準語がない、えー、方言要素などには z をえー、0タグをつけています。 そして、えー、方言に現れない助詞には、えー、この各学校を使っています。まあ、方言固有のノマトペには、チ、えー・ G、タグをつけています。その他には、例えば、一括で検索して要領を集めるために、まあ、フィラーとか認証代名詞などのタグを用意しております。でここで、えー、一つ、えー、例を出してみたいと思います。先ほどの ゼロタグを使った例です。検索です。こちらは、えー、ZDM で、これは、あの、先ほどの検索画面では、えー、四生児というふうにあの出ているので、この DM が何かということで迷うことはないかと思います。でこれは四生児を拾ったものですが、えー、例えば、全個で、これは、えー、ゼニの後ろに、 死傷児があるといった表示になります。こちら、善、えー、子とか、ミス子、モツ子、エロ子などを拾うことができます。簡単にこれを、えっ、ー、と、北海道、東北、えー、関東の死傷児を、えー、この結果を、えー、まとめたものなんですけれども、現在のバージョンではこれだけの要例を収集することができます。 形式のバリエーションや、先行する名詞の種類などを見ることができます。まあ、わずかな、えー、例ではありますけれども、例えば、えー、この思想時に、こう以外の形式を持つ語源があるだとか、あとは、先行する名詞は、えー、無生物、生物、どちらも、えーまあ、含まれるという、幅広く用いられるとか、 あとは、この先行する名詞が固有名詞である、秋田の場合がそうですけど、そういったものがあるということが分かります。ただし、これも他のコーパスでも指摘がありましたけれども、この空になっている部分というのはないということを言っているのか、それとも、たまたま、今、この コジャツのデータに含まれていないだけなのかということは、これを知ることはできません。ですので、えー、ぜひ、コジャツでの調査とエリシテーションの調査を組み合わせて、分析を進めてほしいと思います。えー、続いて、2つ目のべしペカラーズですが、えー、これはコジャツのデータの質、量に偏りがあるというところから、 気にしますまず、えー、先ほど見たように、コジャッツのにあるデータのほとんどが自然談話です。自然談話の話題というのは地域ごとにさまざまです。これで、えーま、質の偏り、そしてデータの時間数は地域ごとにかなりの幅があります。これが量の偏りになります。このことから検索結果として、ま、件数、 が出てくるわけですけれども、その頻度、件数が問題、そもそも問題にならないような場合があるということと、それでもその頻度の大まかな把握、数の把握を行いたいという場合は非常に慎重に行う必要があるということを述べます。こちらは先ほどの再掲ですが、やはり小雑音は自由発話が圧倒的に多いということです。 でこれで例えばなんですけれども、また、えー、と東北、関東で昼というを検索しますと、ヒットする件数は地域ごとにかなり異なります。また、それがこの時間、収録時間に単純に結びつくかというと、そうなってもいないということも分かります。まず 検索項目としては、話題に左右されない項目を選ぶということと、もう一つ、多くの要例が得られる項目を選ぶ必要があります。そこで、この2つを満たすであろうと思われるフィラーを拾ってみました。こちらは先ほどのタグをつけたものです。人手でフィラータグをつけたもの。それの。 件数になりますえこうしてみますと、先ほどの、まえー、昼と違って、地域ごとにある程度の幼霊の数が集められます。最も多いのが群馬の3902件で、少ないのが、えー、埼玉の63件です。これも、ま、他のコバスと全く同じですけれども、ただ、この件数自体を ま問題ににしてはいいいけないという,ふうに言えますこれはそもそも地点ごと、県ごとに収録時間が全く違っているからです。では、どのように調整するのかということですけれども、ここが少しコジャッジは他のコーパスと違っているところです。まず、他のコーパスの説明でもあった通り、 コーパス研究では調整頻度を用いることで比較を可能にしていますけれども、コジャツでは方言の形態素辞書がないため、現段階では方言のテキストの相互数がカウントされていません。したがって、その方言の相互数が出せないので、調整頻度というのが算出できません。 もそれでも、まあ、あの数が出て、件数が出てきますので、それでもまあ大まかな傾向を把握するためにしたいという場合は、えー、おそらくその指標として思い浮かぶのは、標準語の個数、そして時間数、この2つになると思います。これが思い浮かぶと思います。この2つは、ただし、えーま、厳密な指標には、えー、なり得ない。 に注意しなけければいけません標準語の語数は当然ですけれども、方言の語数とは一致しません。例えば、そのまま標準語訳できないようなものに関しては、異訳として、例えば、えー、京都の貸してというものに水につけてという標準語を当てていたり、山口の焼きには土の層というような訳を当てています。こののように方言の語数は 標準語と一致しませんまた時間数ですけれどもこれも和射によってその時点の和射によって発話スピードに違いがあるため厳密な指標とはなりえませんこういった注意点を踏まえた上で数値から大まかな傾向を見てみる、まあ、試みにやってみたいと思います。 でこちらは標準語テキストの語数の表になります。群馬がかなり、まあ、これ、極端なんですけれども、13万2832語、そして鳥取が1144語になっていますで。音声の方ですがで、やはり一番多いのが群馬の9時間31分38秒、そして少ないのが鳥取の5分28秒。 となっていますこの2つを指標として、その頻度の大まかに傾向を探ってみたいと思います。これでやるとしたら、どういった結果が出るのかということをお見せしたいと思います。標準語の語数ですけれども、こちらは1000語あたりの調整頻度とします。一般的には1万語あたりとなった なっていますけれどもまあ、ーパスサイズを考慮して先ほどの鳥取が1144ですのでえー、古雑では1 0 5あたりとしておきますそして、えー、時間数ですが今回は中央値調整頻度といってその、えー、時間順に件を並べていってそのちょうど中間に、えー、中央となっている市が、えー、に時間数を、えー、揃えます そしてこの2つの指標を用いて、先ほど見たフィラーの件数というのを出してみたいと思います。こちらになります。左側が標準5000後,後あたりの調整頻度、そして右側は時間数中央値の調整頻度を出したものです。 いずれも頻度の高い順に15件を並べています。まあ、今回のこのフィラに関しては、えー、細かい順番の入れ替えというのはありますけれども、概ね、えー、この上位15に含まれている件は一致しております。このように、えー、ある程度の、まあ、多いか少ないかといったような、ある程度の傾向を、えー、見るということに、 この標準語数調整頻度や時間数というのを利用することは可能かもしれませんただし十分な指標にはならないこと先ほどの注意点を理解して大まかな傾向を把握するために利用するというところまでにとどめていただきたいと思います以上がベシ・ベカラズの発表になります コジジャッツの詳細な情報は、えー、ホーームページがあります。ここに、えー、と URL 出してますけれども、コジャッツと打ち込めば、このページが、えー、出てくると思います。で、そちらに細かい公開情報が出ています。データの作成方針やコジャッツを使った研究などが出ています。特に今回は時間の制限もありまして。 あまりこのコジャッツを使った研究の実例というのはお見せできませんでしたので、ぜひこの研究業績のところからどういった研究が実際にされていてどういった研究が可能なのかというのを見ていただければと思います。では、これで発表は終わりです。ありがとうございました。そして、 チャットに書かれた質問をちょっと見ていきたいと思います。一旦共有画面を閉じたいと思います。今のところ、小邪っつあての質問は来ていないように思います。えっと、もしよろしければ、えっと、べからずに当たるところでちょっと言えてなかったところを追加でお話しさせてください。 えっと、こちら、非常に初歩的なところに、えー、なって恐縮なんですけれども、えー、先ほど、えーっと、方言テキストを、えー、検索できるのは、まあ、文字列検索で、まあ、検索できるというふうに述べましたが、えー、最初ちょっと戸惑うかもしれないんですけれども、こちらは、えー、っとカタカナを入力してください。えー、コジャツでは、方言テキストは基本的にカタカナ表記になっていますので、 こちらで、えっと、文字列検索で、えー、方言テキストを、えー、入れて、こちらをチェックした上で、この検索する文字列にカタカナで、えー、打ち込んでいただきたいと思います。それから、えー、もう一つ、この方言テキストの表記に関してなのですけれども、えっと、この 方言テキストは、えー、その方言音声を、まあ、書き取っているわけですが、えー、この、例えば、微濁音だったり、母音の長短とか、えー、母音の音色、えー、特に自由イオンのようなもの、えー、そういうものは、ぜひ、音声を確認していただきたいと思います。えー、こちらも、えーまあ、他のコーバスと同じなんですけれども、えー、これは、 ネイティブチェックの方や、たくさんの人が関わって、その方言テキストの修正などを行っているんですが、かなりこの幅があるかと思います。微楽音を地区一しっかりこの表記に変えているというものもあれば、そうでないものもあるとか、あとは母音の長短などは非常に注意が必要になります。母音の音色も同じく、 すべて検索結果というのは、音声を確認することができますので、音声を聞いて、ぜひ確認をしてください。でもう一つ、これもと、四つ仮名の区別がない方言は、すの場合は、つを使わずにすに、えー、を使っていて、しを使わない場合は、しの字に、えー、統一しています。でこれは、えー、文字列検索にをする際に、 戸惑うというかつまずくところかもしれませんので、こちらに注意していただきたいと思います。えっとご質問の方よろしいでしょうか。あ、まあ、新しく質問が来ましたので、あ、ありがとうございます。はい、えっと方言の携帯素解析用辞書を構築中とありましたが、これは完了し、中ナゴを用いて方言からの単体検索が可能になるのはだいたいいつ頃になる予定でしょうか。 とといいいいうふうに書いてたいただきまましごご質問ありがとうございますえこれはかなりあの壮大な、なんていうかあの、作業になるだろうと思います。現在取り組んでいるのは、この方言の中でもある地域の地域を対象にして、そちらの辞書を作っているというような状況です。ですので、えー、ここから近い地域に広げていって、 で最終的にこうそれぞれの必要十分な、えー、方言の形態素辞書が出来上がるというのは少し先の話になるだろうと思います。ありがとうございました、ええはい